みんなこんにちは、リュウジお兄さんだよ。ということで今回はみんなが大好きなあの料理を作っちゃうよ。その名も至高の卵サンドだよ。みんなの大好きな料理だね。じゃあみんなで一緒に作っていこう。リュウジのバズレシピ。それじゃあお兄さんと一緒に作っていこうね。ということでまず今日は卵サンドだから卵を茹でていくよ。卵を3つを用意してね。 L サイズ卵、そして麦とホップを用意してね。そしたら卵はねこういう感じにね、こういうの乗せてね、水をで濡らします。なんで水に濡らすかっていうと、水に濡らすことによって卵が割りにくくなるからです。冷蔵庫から出したての冷たいもので大丈夫。これを沈めていきます。ゆっくり沈めようね。これね、水で一回濡らしておくことによってね、温度差が緩和されて割りにくくなる。あの僕調べです、これはね。そしていい感じでこうコロンとコロンとコロンとね、やってもらう。そしてこの状態で8分沸騰した上で8分、そうすると半熟に仕上がるんで8分茹でていきます。途中ねちょっとね転がしながらやっていきましょう。あ、やべえ、キャラの口調が定まってない。あとね30秒ぐらいなんですけども、たっぷりのお湯で茹でてくださいね。そうするとね8分で、ちょうどね黄身が流れてないぐらいの半熟になるので、それがね非常に美味しい卵サンドのコツなので、しっかり8分茹でていくんで、タイマーがあとね20秒ぐらいで なるんでね、それもちょっと待っててくださいね、これね。あ、今なったよ。はいはい、そしたらですねこれは水に冷やしておきます。鍋の中でねぶつからせんですよね。そうするとね割れてくんですよ、こうやって。そこに水をつける。そうするとね殻の隙間から水が入ってきて、味玉やった時もね、あの別のやり方紹介してたんですけども、いろんなやり方があるんで、あの合ったやり方してください。まあ、ちょっとね水弱めて、あの鉄の方からね、剥いていくんですよ、あの水流しながらね。そうすると半熟卵でも綺麗に剥けるんでね、これは最終的にぐっちゃぐちゃに混ぜちゃうのでそんなに気にしないでいいです。はい、でもほらほらこんな感じでね、つるんとね綺麗に剥けるんですね。ちょっとね水を流しながら、こうやっておけつの方から水を流しながら剥いていくと、もうつるんとね剥けるんでね、ほらほらこんな簡単に剥けちゃう。皆さん、一応ね、中がどんなもんになってるのかっていうのを見せるために割りました。ちょうどいい火の通り方じゃないですか、これ。周りはちょっと固まってるんだけど、中はちょっとトロッとしてる。この状態がベストです。これが冷たい卵を8分間熱湯で茹でるとなります。これね、重要ですんでね、見てくださいね。ここにマヨネーズとかでね、調味をしていきます。はい。マヨネーズがね、大さじね、1、2、と半分、これぐらいですね。はい、お塩ねこれね結構重要なのでね、5分の1ぐらい、小さじ5分の1ぐらい入れますよ。塩味をつけた方が美味しいので、お塩これ結構重要です。その後に和からしですね。こういうあのおでんとかに作るやつ、和からし、マスタードじゃなくて和からしです。これを好みなんですけども、だいたいね3、4センチぐらい入れてください。これでね結構ねピリッとしたスパイシーな味がつきます。このままだと卵とマヨネーズの旨味しかないので、旨味調味料これ必ず入れてください。あの味全然違いますね。ここにちょっとコクもつけたいんですね。なのでバターなんですけども 5g 分で、これねちょっとレンチンします。溶かしバターを入れたいんです。 5g だと30秒ぐらいで大丈夫です。でその間に黒胡椒、あのね思ってる2倍の黒胡椒入れてください、ね、パンの方にも塗るから、またねバターね 8g ぐらいをこう用意しておいてください。はい、30秒じゃ溶けませんでしたので、あと20秒あります。で、バターはね、あのできれば常温にしといてください。あとでパンに塗るので。これ、うまいからね、これ本当にね、溶かしバターが溶かされましたね。こんな感じになります。はい。40秒ぐらいチンしたやつですね。で、これをたーっと流していきます。で、これでね、非常にいいコクがつくんですね。で、こいつをね、こうやって、こう崩しながら、混ぜていきます。はい。でも、こんな感じでね。はい。あ、やべえ、最初のキャラ設定忘れてる俺。ということで、卵サラダをこうやってよーく混ぜて作っていくよ。最初はもう動画見るとこの路線にしようと思ってたんだけど、もう
汚いおっさんキャラの人だからもうちょっともう飲んだくれのなんか公園のベンチにいるおっさんみたいな感じになっちゃったからね。これはちょっとねブランディングがちょっと違いましたからね。まあでもそれでもいいと思います。気楽に見れる料理チャンネルっていうのはねちゃんとやっていきたいんだね僕はね。気取らないけどうまいっていうね汚しゅらん的なねそんなチャンネルを目指しております。でねよーく混ぜちゃっちゃっちゃってください。結構混ぜてくると固めになってくる。これがね、はい、固めのフィリングができるんですよ。じゃあ少しね味見してみる。最高だぜ最高だぜ。うん今の小指の先で飲める。小指の先の味見で飲める。あー最高だぜ。はい、ということでですね、もうね、中身、完璧な中身ができましたんで、この中身を求めていた。これが最高の卵サンドの中身になります。そしてですね、バターね。パンに塗るから、ちょっとね、ちょっと20秒ぐらいチンしましょう。で、その間に超芳醇の6枚切りですね。はい。別に超芳醇じゃなくてもいいですけど、超芳醇美味しいので。ということで、これ何のために塗るかっていうと、そのまま卵を乗っけてしまうと、卵とかのね、このね、あの水分がね、これがね、パンに染みてね、べしゃべしゃになっちゃったりするんですよ。まあこれはもうサンドイッチの基本なんですけども、サンドイッチって中にバター塗るんですけども、それもあって、あとプラスはバターがうまいからです。はい。バター塗っとけば大体うまいので、どんだけバター入れんだと、そういう話もあるんですけども、バターを入れれば入れた分だけ美味しいです。気をつけなきゃいけないのはね、太るか太らないかぐらいですね。あでも太ったら痩せればいいんで両目塗れましたね。そしたらこれをもう惜しげもなく乗っけていきます。はい、これなんですよ。これえっていうぐらい乗せる。これが大切です。そして何が一番重要かというと大体の料理家さんが使わない味の素ですね。これほんと大事です。世間がね味の素使うと悪だという風潮がすごく強いんですけど、うまいもん食べるために必要だったり使った方がいいじゃんね。だってね。でねこんもりともうドカドカ乗せていきます。はい、前ねフレンチトーストの時に耳嫌いだから取ったんですけど、これは耳あっていいです。なぜかというと耳がないとこのフィリングが全部乗らないからですね。はい、敵残らずねぶち込んでください。これはパン食ってんのか卵食ってんのか分かんねえぐらい乗せてください。これが本当に美味しい卵サンドです。一度はこのめちゃめちゃうまいマヨネーズもバターも使ってるこの卵サンド一回食ってください。うん、それ以降は皆さんに任せます。はい、あっとねセーフ気持ちがセーフじゃないセーフそして乗せます。挟んだらこれね結構ね限界なんですよ。限界ラバーズなのでラップで巻くんですね。これねそしてこれ、ね、もうちょっとおしゃれにやりたい方はクッキングペーパーとかでもいいですよ。はい、ここはもうラップの方がご家庭にあると思うので全体を包み込んでいただいて、こうするとねこのラップに歯止めされて、もうね中身飛び出さないんでね。そしたらもうちょっとキュッキュッキュッとねキュッと固めてあげます。冷蔵庫でね20分ぐらい寝かした方が本当にうまく切れるんですけども、まあまあまあ今日はねもうすぐ食べたいので本当にお酒が待ってるんでね。これは何にしようかな。これハイボールかな。やっぱな。じゃあ切っていきたいと思います。この状態で半分に切るんですよね。半分に切ったところがねまたうまそうなんだわ。じゃあ切りますよ皆さん。切れ味のいい包丁を用意してください。で動かしながら切ってください。最後もちゃんと動かしてくださいね。どうですか。これですよ皆さん。この具のたっぷり感なかなか真似できないでしょ。これはこの断面を見せたかった皆様方に。これですよこれ。そしてこいつをここにはいドーン。どうですこれ。でまあ仕上げにですねパセリですね。でパセリ、まあうちこのパセリ使ってるんでこれをこう一直線にパラパラっとかけてあげるとそれっぽい
ね、それっぽいんじゃない。そして前回、チキン南蛮で使って余っているピクルスをちょっと添えていただいてね。ということでこちらで至高の卵サンドの完成です。はい、それではです。できました。食べていきたいと思います。これね、これハイボール。あ、ちょっとジャックダニエル。ジャックダニエルないじゃん。俺いつ飲んだこれ全部。これ今回はサントリーワールドウイスキーの青でいきます。はい、ゆーいいぜ。じゃあいただきたいと思います。いただきます。じゃあこちらですね、具沢山卵のフィリング、はみ出んばかりというか、まあ、はみ出てますもんね。かぶりついていきたいと思います。いただきます。うめこれほんと最後です。かなりね、味がしっかりしてて、卵のね半熟加減がたまんないな。これこんなうまい卵サンドある？至高のシリーズは酔っ払わないで作るとかって、そんなどうでもいいぐらいうまい。うん、サンドイッチ食ってんのにこれ食ってハンバーガー食ってるみたいな、そんな高揚感がある。でね、ピクルスの付け合わせめっちゃ合う。これはサンドイッチ屋さんじゃできねえ。なぜかというと食べにくいからです。これが卵サンドの最高峰だと僕は自負してます。卵サンドはお前のもんだ。最高の卵サンドはお前の問題。いや、これはうまい。丁寧に作ると卵サンドってこんなにうまいのかと思うぐらいね。このラップについたのしゃべり尽くしたい。通うね、この卵サンドを出す、これカフェで出たら、いや、通うよ。いや、俺もうほんとカフェ経営しようかな。カフェ、カフェ経営したいスポンサーの皆さんはお待ちしてます。あ、ただ僕コーヒー飲めないので、コーヒーめっちゃ嫌いなんですよ、はい、コーヒー牛乳は好きです。甘ければ大丈夫。コーヒー牛乳よりハイボール、うん、これが大人。あー、うまということで皆さん、ぜひこの至高の卵サンド、このとろける卵フィリングに皆さん溺れてください。なかなか真似できないでしょこれは。はい、これです。この断面を見せたかった皆様方に。